はい、ゆうこりんです。ひでちゃん、今日はありがとうございました。はい、書いてもらいました。こっちが今日ね、何もファンデーションだけで来ました。で、こっちがやってもらいました。こっちが何もやってないです。はい、なんかやっぱり眉をね、この書いてみてって言われて、何もないところに眉を描いたんですけど、やっぱり手本があってもいつも自分が描いてるように描いてしまってびっくりしました。でも癖っていうのは治らないんだなと思ってましたが、今日はあの常識を覆されるような感じで描き方とかも、はい、あの一からやりながら教えてもらったので、これで自分の、ね、価値観とかを全部またガラッと変えたいと思っているので、このまず見た目からね、はい、変えて、もっともっとね、人生豊かにしていきたいと思いました。ありがとうございました。